スロバキア国立銀行はスロバキアの中央銀行。2009年1月1日に同国の通貨がユーロに移行したことによって欧州中央銀行に中央銀行としての機能を移管した。スロバキア国立銀行は1993年1月1日に設立された独立機関でその目的は物価安定を維持することである。 スロバキア国立銀行は政府から委任されて金融政策の実施に関連して国際金融機関や国際金融市場における取引についてスロバキアを代表する。スロバキア国立銀行の最高運営機関は理事会であり金融政策の策定、適切な政策の実施、金融対策を司っている。理事会は大統領がその任命、 非免の権限を持つ総裁と二人の副総裁に加えて総裁の提言を受けて政府が任命。非免の権限を持つ八人の理事で構成される。また八人の理事のうち三人はスロバキア国立銀行の職員であってはならないと定められている。2010年1月12日以降、スロバキア国立銀行の総裁はヨゼフ・マクチが務めている。 スロバキア国立銀行の本店ビルは2003年5月23日に首都ブラチスラバで共用が開始された。高さ113メートル33階建ての本店ビルはブラチスラバでも有数の超高層ビルである。また本店以外に9つの地方支店が設置され、スロバキア国内の銀行の監督に当たっている。ありがとうございます。